はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、有機10代です。さあ、ついに待ちに待ったウェイクアップユアエレメンタルヒーローがね、マスターズエアにも実装されると、実装されたということで使っていきましょう。マジ遅せえ、クソ待ったわ、本当に何年待ったんだろうかという感じなんですけども、コンスターまあ強くてですね、まあ、ヒーロー使い全員が待ち望んでいた効果をしております。はい、融合召喚条件はエレメンタルヒーロー融合モンスタープラス戦術後モンスター1体以上ということで、結構サンライザーとかあのダッシャー、まあもうミラクルフュージョンで出てこれるということで、この絵柄がねエモいですよね。ウェイクアップユアハートっていう遊戯王 GX のエンディング曲のワンシーンを切り取ったカードになっています。エモエモで、打点がね、融合素材にしたモンスターの数かける300ポイントアップするよということで、まあヒーローって結構墓地にモンスターめっちゃ溜まるので打点がまあものすごいことになりえます。はい、まあなんか4000とか5000とかで、そのうちの融合モンスターの数まで1のバトルフェイズ中にモンスターに攻撃ができるということで、結構ワンキル性能も高いんですね。サンライザーとか、まあ、デスフェニとか、まあ、結構出てくると思うんですけど、あの辺全部なんかその除外して、なんか超アルティメットウェイクアップ用エレメンタルヒーローにするとなんかものすごい、打点にできるんで、しかもなんかこのオネスティネオスとかをねぶん投げたらものすごい打点で打点ぶん殴って、でしかもこいつバーンダメージを与える効果もありまして、このカードがモンスターと戦闘を行ったダメージ計算後にそのモンスターを破壊しながらその元々の攻撃力分のダメージを与えるということで、まあオネスティに投げて殴れば勝てます。大体結構ワンキル取れます。はい、でこれだけじゃないんですよ、このモンスターが強いのは。何が強いか、この3番の融合召喚したこのカードが破壊された場合、手札デッキから戦士族モンスター1体を特殊召喚できると。これがねめちゃくちゃ優秀で、これ自分で破壊してもいいですね、融合召喚したこのカード。これだからデスフェニーでね、自分で叩き割ります。はい、自分でまあこれ先行でやるんですけど、デスフェニーをこの、の効果使ってこう叩き割りまして、自分をでデッキから戦士族を出してくると、特殊召喚、まあ、戦士族だったら何でもいいんで、マジで本当に可能性の塊なんですけども、まあ、ヒーローはヒーロー縛りが結構つくんでね、ファリスとかこの辺のエクストラデッキか特殊召喚できないとか、まあ、そういう縛りがついたり、するので、あと、フュージョンデスティンとか打ったらね、あの闇属性のヒーローしか出せないとかいろいろあるんで、今回は、何をしていくかっていうと、シャドウミストをデッキから、出してくると。でシャドウミスト特殊召喚成功時チェンジ速攻魔法というのに加えるんで、マスクチェンジを手札に加えて、で相手ターンにシャドウミストを変身させていくことによって、ダークローが爆弾すると。まあ、ティアラメンツ環境まだ続いてますんでね、先行でダークローを立てられれば、まあ、めちゃくちゃ強い。でこれがものすごい決まります。こいつが来たことによってなんかその結局こいつを特殊召喚できる方法が増えたわけですよ、デッキの中に。大体ね、大体の反動、まあ、エアーマンプラスヒーローとかなんかそのまあいろいろ組み合わせはあるんだけど、まあ、ヒーローライブとかでもいいんだけど、大体いけます。まあ、だから意識することは、デスフェニでこのウェイクアップを叩き割るだけ、先行だったら。まあ、高校だったらねヒーローはいつも通り展開して普通にぶん殴っていけばいいんで、まあアブソルとか、ウェイクアップとか、立ててぶん殴っていけばいいんですけどね、オネスティでぶん殴りながら。はい、まあ、高校はやることはあんま変わんなくて、先行で、ウェイクアップ立てて、ウェイクアップを自分で叩き割ってシャドウミスト特殊召喚からマスクチェンジサーチ、これがかなり強いと思います。まあちょっとビーステッドっていうねテーマをちょっと踏んじゃうので、闇がかなり多いので、そこだけちょっと注意点ではあるんですけれども、パワーはかなり上がりました。ダークロ強いんでね、出せればこれが安定するの最高でしょう。はい、というわけで早速このカードのパワーをお見合いしていきましょう。デュエルスタンバイ。5億年待ったぞマジで。手札強そう。増殖するGだけやめてください。ヒーローアライブ。ヒーローは遅れてやってくるぜ。あ、ちなみになんかこのリポートとかいうなんか謎のなんかその採用率とか変なカードが変ななんかそのなんだろうな、データが出るようになりました。オンにするとこれうるさかったらちょっとこう表示やめるんで言ってください。これファリスですね、ヒーローアライブからのビジョンヒーローファリスを手札に加えていく。リキッドマンもこれ手札に入れるんじゃん。これやべえ、これリキッドマンに召喚権使えるから、これねこれ相当誘発なさそうじゃない相手。これ相当上振れてるから、これマジで最終盤面クソ強くなりそうなんだけど、はい、まあ、とりあえずインクリスですか。まあ、ここはいつもの動きだよな。
結構いつも通りの動きではあるんだ、あの途中までは大体。はい、でエアーだろからのインクリースだろで、インクリースからのバイオンだな。はい、でバイオン効果、これビーステッドもなさそうだな。ビーステッドがねマジでヤバくて、そディアボリックガイが除外されると計画狂うんですよ、全ての計画が全ての計画が狂うので、もうちょっとそこだけですかね、その懸念材料今のこの環境の。融合はまあ1枚でもまあいいっちゃいいんだけど、一応なんかそのサーチ止められた時とかに素引きしてると強いし、まあその3ターン目4ターン目ぐらいでサーチして打っていきたいこともあるんで、一応僕は2枚入れてるんですけど、まあ、別にこれ1枚でもいいとは思います。そん大差はないというか、まあ展開通りは勝ちの場面が作れるからほとんどヒーローをある程度な、はい、でディアボリック特殊からの、クロスガイの効果を発動、ディアボリックガイをリリースし、デッキからヒーローモンスター1枚を手札に加えていく。これによって、ディナイアルガイを手札に加えていく。 OK。 そして、自分の、墓地のディアボリックガイの効果を発動、アナザーディアボリックを特殊召喚、これでデスティニーヒーロープラス、上級ヒーローモンスターという融合召喚状況が整った。行け手札よりマジックカード融合を発動、採用率 13.1% ちょっとうるさいな、これちょっと採用率うるさいな、 13.1% も採用されてるんだ、でも普通に融合素の融合がそんな採用されてんだ。これデストロイフェネックスガイ融合召喚、あこれ一応ねニビルとか撃たれた時のために先に出しデスフェに出すようにしてます、一応。まあ今関係ないけど、あんまりニビルがないから環境的に。でワンダードライバーで、まあ融合今引いてるから、これワンダードライバーする必要もないしゃあないやつはそうな気がするんだけど、まあ、一応このワンダードライバー出すのがもう普通の展開。融合をこれ2枚素引きして、まあ1枚素引きしてるんですけど、2枚引いてない場合はこの動きをしていくんですよね。はい、これ今一応動画のためにやってるんですけど、これ普通だったらこれやんなくてそのまんま普通に展開していくと思います。僕いつもだったらワンダードライバー多分出さない、これで。ディナイアルガイ、そうすると1枚余るんですよ、モンスターが。だそうすると多分ワンダードライバー生き残って最後いることができるから、開始のターンの特殊召喚の時に合わせられるかなっていう気はするね。で、まあ、ちょっと何言ってるか分かんないとごめんね。ディアボリックガイの効果を発動していく、ディアボリックガイもしっかりと過労死をしていく。これそろそろさ、もう3枚に戻していいんじゃないのさやりすぎで、エレメンタルヒーローリキッドマンを攻撃表示召喚、リキッドマンの効果、自分の墓地に存在するレベル4以下のヒーローモンスター1体を特殊召喚、あらあらろエレメンタルヒーローエアーマン特殊召喚成功時効果、ヒーローモンスターを差出する効果にターン1制限はついていない、エレメンタルヒーローエアーマンの効果により、あちなみに召喚権が余ってるんでこれができます。そして、デスティニーヒーローブルーディーを手札に加えていく、さらに、マジックカード融合を発動、融合の効果により、属性の異なるヒーローモンスター2体の魂を埋葬し融合召喚。まあちょっとリキッドマンの効果が起動できないというか、まあ、どっちかしか使えなくなっちゃってるので、まあ、そこはちょっともったいない点ではあるかなとは思うんですが、そんな言うて関係ねえか。でサンライザー特殊召喚成功時効果、ミラクルフュージョンもサーチ。そう、まあ、もう1枚あればね、ちょっとワンダードライバー残したんですけど、まあいいですわ。ミラクルフュージョンの効果を発動、ミラクルフュージョンの効果により融合モンスターとヒーローモンスターをゲームから除外し、心をウェイクアップ、いつの日もスタンドアップ、日は昇る、君の熱い思い、なんだっけ、引いてみれば、デストロイフェニックスへの効果、ウェイクアップ、エレメンタルヒーロー自身を爆破、バゴーン、爆破に成功した場合効果、デッキからヒーローモンスターを特殊召喚する、さらにデストロイフェニックスガイの効果により次のスタンバイに戻ってくるという効果を発動、デストロイフェニックスガイの効果により、あ間違えた、ウェイクアップやめるエレメンタルヒーローの効果によりシャドウミストを特殊召喚、シャドウミスト特殊召喚成功時効果発動、特殊召喚成功した場合チェンジ速攻魔法を1枚手札に加えることができる。そして、3体のフィールドのモンスターの魂を墓地へ送り、運命を終わらせるには
運命の始まりとなったこのヒーローがふさわしい。あらあらのデスティニーヒーロー、ブルーディ。さらにカードを1枚セット。強っ先行デスメニーダークローブルーディくっそつえくっそつえ、これがヒーローよ、これが新ヒーロー。で増殖する地位の効果 88% 採用率高っ。この 最強の採用率を誇るカード、増殖する地位でぶん投げていくぜ。何？いやでもまあこれでデスニーが帰ってこられるな。どっちだ、どっちを紹介してるんだ。デスニーもめんどくさいぞ。ちなみにデストロイフェニックスがめんどくせえし、増殖する地位もめんどくせえさ、どっちの方がめんどくせえか考えるんだな何？まあ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 、これが裏目ですね、ディスペニの。その、まあちょっと先行で叩き割っちゃうんで、墓穴めっちゃ食らうっていう。はい。まあこれが嫌だったら、他のヒーローを用意して、それを破壊するようにしましょう。今回の場合は、なんかその融合を待つか、融合を巻き込んで破壊して、した方が良かったね。墓穴ケアするんだったらだけど。まああんま関係ないけど、まあディナイアルガイ特殊召喚して、でディナイアルガイの効果を発動。D 戻しだな、 D 戻そう。これデスフェに戻した方がいいか。除外されるとちょっと使い道上がっちゃうんで、デスフェに戻しますか。デスフェに戻して、一応これで次のターン D いるから、デスフェには出ますもんね。上級モンスターいればエアマンとか引けばそのまま出せるし。あ、スクリーム 41.5% 勝率 54.5% 勝率が 54.5% のカードを外された。やばい、まずいぞ。 40% の勝率しかないってことか俺は。なるほど、バカが。マスクチェンジ発動、対象エレメンタルヒーローシャドウミスト、シャドウミスト墓地を振り、そのモンスターと同じ属性のマスクドヒーローモンスターを融合召喚。あらあらのマスクドヒーローダークロウ。さあお前の墓地を送られるカードは全てゲームから除外される。そしてシャドウミストが墓地を送られた場合の効果発動。あいつスクリームで突破しようとしてきてんな。帰れ順にしてやるぜオネスティネオスよ、手札からぶん投げるとヒーローモンスターの盾を2500ポイントアップすることができる。カッコダメステレ発動可能。シュー強すぎるぜ、これが新時代のヒーロー。まあちょっとできればこれ墓穴ケアはした方が良かったとは思います、個人的には。はい。でエレメンデスティニーヒーローブルーディの効果、相手のモンスターを吸収、クラプティブラッド、ブラッティフィアーズだっけ、どっちだっけどっちが方言名か忘れた。バトルフェイス、いけ、ディナイアルガイで攻撃、ダークローでダイレクトアタック、いけ、ブラッティフィアーズ試していいですか。オレスディオスで打点2500アップ、うおー、ヒーローは必ず勝つ。ヒーロー最高、デュエル最高。なるほど。いや、アライブ欲しいんですけど、アライブなんですよね、結局。このヒーローできたら、とにかくアライブなんですよね。アライブで手数を出していく。これが一番強い。アレベル、オッケー。一回オフ。これ、皆さん、ボタン切り替えてどれ使ってますか。僕は右クリック長押しするとオフになるみたいなやつ使ってまして、これめっちゃいいですよ。なんでかっていうと、うららを持ってることがバレないから。よし、くらえ、止まれよし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 この新パック、直後に当たる楽園絶対 B セット入ってたのよ、まあ、とりあえずエアーマンの効果を発動するぜ。エアーマンの効果を発動して、楽園融合は結局ね、うららで止まるというのが弱点ではありますから、ね、さあビジョンヒーローファリスの効果を発動、ディアボリックガイを墓地に送っていいかな。シャドウミスでもいい気がする。いやーこれ難しいな。まあ、アドバンテージ稼ぐんだったら圧倒的にディアボリカだけど、除外されるのをケアすると、あ、でもなんもなそうだな、なんもなそうだ、大丈夫そうだな、わかんねえけど多分大丈夫そうだな。チェーンある、絶対チェーンある。闇属性墓地を変えた時に絶対チェーン出てくるから、え、でもなんもねえな。でインクリース効果、なるほど。その手がなんだ、3枚なんかアレベルとか被ってんのかな、楽園開幕とか。であの癖は何、
何にも光んないけど、ちょ怖い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 。シャドウミストぼっち送ってシャドウミスト効果、まあ、どうせもうシャドウミストは、特殊召喚してないからオネスティ持ってくる。ワンキルを取りに行きましょう。まあ、とりあえずバイオン効果発動します。でファリス除外して融合持ってきますと。この動画にね結構無限保養とか言われちゃうとなんか融合が通んなくてなんかアタッカー用意できないっていうのあるじゃないですかヒーロー。だから融合すべきが強いなと思っているので融合2枚にしてみています。今、まあ、別に1枚でも回ります。電気が通れば、はい、貫通弾になり得るからね融合は一応。でクロスガイの効果発動。クロスガイの効果で自分の墓地のディナイあとディアボリックガイを特殊召喚。はい、まあ一旦サーチ。ちなみにアライブから入ってない時は手数がそんなに出ないからなんか結構どうやって動いていくかは慎重に考えた方がいいです。アライブからだとね意外とねなんかなんとかなんですけど結構手数出るんでね。アライブに裏打ってくれたりとかあるし、うん、まあ、アライブ打ったら裏打つよね多分相手ね。まあ出てきたモンスター普通にそのバイオンとかに裏打つとかもあるんだけど全然展開としてはね。でまあとりあえず融合しちゃうか。ヒーローのいいところはやっぱ採用率 13.1%。ヒーローのいいところはやっぱねある程度展開はまあ大体決まってるっていうところですね。大体、うん、あの大体決まってる展開は。なんでまあ結構初動がまあエアマンとかアライブとかファリスとかいろいろあると思うんだけど、あとバイオンとかもそうなんだけど、なんだかんだ終着点が大体同じになるから、まあ、それを目指していけばいいから、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいデッキだとは思いますね個人的には。でディナイアルガイの、特殊召喚効果。ワンダードライバーのリング先に特殊召喚し、ワンダードライバーの効果によって融合を再セット。そしてディナイアルガイの効果を発動。ディナイアルガイは特殊召喚に成功した場合、除外またはデッキから、デスティニーヒーローモンスター1体をデッキトップに置くことができる。あ、これであのブルーディーをトップに置いて、リキッドマンでドローみたいなこともできます。はい。で、ディアボリックガイの効果を発動。ゲームから除外することによってアナザーディアボリックを特殊召喚。そして手札よりマジックカード融合を発動。融合の効果により、属性の異なるヒーローモンスター2体の魂を埋葬し融合召喚。これリキッドマンの、召喚成功時効果今回は使ってないんで、あれですね、2ドローの効果使います。でサンライザー特殊召喚成功時効果発動。チェーンがね、1こっちで、2がこっち。まあ、一応あの裏が食らいたくない場合は逆なんですけど、サンライザーで、あ、てか2枚ドローでミラクルフュージョン引くのがマジでもったいないんで、まあ、サンライザーをチェーンにした方が基本的にはいいですね。でリキッドマンでカード2枚ドロー。あんま強くねえな、まあ、あんま強くないけど、てかあれ伏せカード何マジで何一つ光んないから割るか。さすがにミラクルフュージョン発動で、チェーンデスフェニ効果。デスフェニの効果によって、自分のフィールド上のカード1枚と相手のフィールドのカードを1枚です選んで破壊。ああ追放か、あぶねえだからサレンダーせんかったのか。でもな、確かに確かにモンスター1体モンスター1体遅れてくれさえすればあれか、あの追放で特殊召喚ができたのか相手。なるほど、まあ普通に後ろ歩けば、ね、何のチェーンもねえし。 OK、でバトルフェイズだぜ、いけ危ねえ、楽園追放に全てを捧げていたがやつは。対戦ありがとうございました。ジョージ2枚か。で高校ゲーム参加させていただけないでしょうか。そういうデッキあー、きめえ、きめえ、きっきっ、うーわ、きめえ、マジでガーディアンの力2枚ぞ、マジきめえなはい、フュージョンデスティン打てませんと。フュージョンデスティン打てません。今一属性モンスターしか特殊召喚できませんと。いや、これ無理だな
エアーマンで、ドネスティ持ってきてぶん殴ったところで意味ないな。まあ、ダメージは入るけど結局ガーディアンの力で耐えられるから、いやエアーマンの効果で後ろ破壊するしかないか。いやでも2体並ばねえなヒーロー、マジでキショイわ、マジでキショイ本当に。これどんだけ破壊耐性付与するの。キョイ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 、もう増殖してるけど絶対腐るやんこれ。キョイ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 、激キモい、マジでキモい。あやばいって、ちょ無敵の結界像爆誕してるって、あかんって言って言ったマジでお前もふざけんなよ、ふざけんなよこのデッキ。何かないか、何か奇跡起きろ。マスクチェンジ、え、これ召喚、あお、あれあれあれ、よしよっしゃおっしゃわおわヒーローなれんねん、ヒーローマジなれんねん、おヒーローなれんなよマジでしょら、わからせてやる、マジでわからせる、マジでわからせる。激キモデッキ使いやがってよ、ヒーローがそんなデッキに屈すると思ったか。いけデストロフィニックスカイ。まあ、今日のところはこんぐらいで勘弁しといてやるぜ。きたくそモンスターが、次の結界図は絶対デストロフェニックスで割ってやるからな、マジで。さあかかってこいよ、かかってこいバカタラが。こういうデッキを倒すときにしか得られないものがあるんですよ。ヒーローは必ず勝つ。